方ヶ原の戦いに勝利したものの、主を守ろうとする徳川軍の決死の抵抗に両軍の兵が多く命を落とした。三河武士の死に様を目の当たりにした信玄は、一刻も早く乱を収め天下に王道を敷かねばと上洛を急ぐ。この頃中央では天下布武を唱える織田信長が勢力を広げ、天下を手にしようとしていた。信玄の上洛を知った信長は、天下統一を完成させるべく投進する。両雄は長篠の地で激突した。天下に王道敷いてみせん。第5話、長篠決戦。さて、本気で行くかね。さて、信長と天下をかけた決戦じゃ。かっこよく勝って天下に王道を敷いちゃおうかね。まずは目の前の砦を落とすとしようか。よく来てくれたね、敵と内輪を並べる。じゃあ、王道あるまで付き合ってくれるか。信長様の天下、この身に変えても守ります。解かないと噛みついちゃうよ。いいとこを取った。そこを拠点にしようか。左近は東に進んで津田本陣を目指す。進め。相田は西から攻めようか。虎の背後には理由がある。砦は前。さすが宿敵、一心前進じゃの。沈める上では手っ取り早いが苛烈だ。信玄公の王道は実現は難しいが、人々はあまねく進む。さて、運命はどちらを求めてる。信玄を捕獲した殲滅せよ。皆さんのためにわしは戦っておる。さあ、虎が檻にいるうちにお知らせしないと。開門。王女際の悪い子だね。しつけてあげる。
を封じた後に別方向から攻めかかる。こちらが東西に分かれて攻められる三越国だ。敵にも相当な軍略家がいるってこと。行くぞ。ガン首揃えて苦戦してるんじゃねえ。獅子も敗北条件変更。お見事。こよそいかのわし。不足でした。引きます。負ける戦をする必要はない。お見事。わしの軍略さえまくりじゃな。これでようやく開門。開門。願えるかしら。トラの背を刺す。かかれ。ここで攻撃されては、ひと闘争きた。剣心がせが開門。進め。戦だからな、大丈夫だ。さあ信長を倒しやがれ。こっちに回してくれませんかね。さっき青臭い奴らを追っ払ってきたとこだ。じゃあ共に王道を完成させるか。ここで果てるわけには参らぬ。もう出てきちゃったんだ。さすがだな。尊敬には値するけど、官兵衛殿の敵許さない。俺じゃまだまだ信玄公に及びません。開門。誰かこっちに回してくれませんかね。Yeah!
こよすぎかのう、わし。もう少しで信長様の天下が完成するでしょ。そうだ、間に合ってよかったよ。天下分け目の闘争、地層になった。ついにうさんくさい天下を作りやがったな。なはに、おことらの協力あってこそじゃよ。わしらの王道、未来へと続いていくじゃろうて。わしかっこいいの。天下を得たもおことの助けあったがゆえ、ともあれこれよ。太平の世になってもうさんくさい野郎は相変わらず食えんらしいな。逃走ドアホー、てめえも変わらねえな。Ha ha 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 ha!